美しい君、いいところに来てくれた。ちょうど頼み事を思いついたところだったんだ。断る。そう言わずに、五章だから話だけでも聞いてくれないか。聞くだけだからな。ありがとう。話というのはピッチ陣についてでね。聞けばものづくりが大変得意らしいじゃないか。しかもポルックの話によると、実に独創的な発想力もあるという。そんなピッチ陣の家具作りにとても興味が湧いていてね。ピッチ陣の集落に行って家具作りに詳しい人から創作の糧になるような刺激的な話を仕入れてきてもらいたいんだ。やだよ、めんどくさい。いいのかい。言ってくれれば刺激を受けた私がワルでクールな家具を作れるようになるかもしれないよ。本当か。創作の神は気まぐれだけど、可能性は常に開かれている。まあ話を聞いてくるだけなら言ってやってもいいかな。ありがとう。それじゃ頼んだよ。なあ、家具に詳しいやつを教えてくれよ。家具作りのことなら私が少々詳しいですよ。ベルゼブブさんはピッチ陣の家具に興味がおありなんですか。俺じゃなくてスピノ町のルテミスっていう家具職人がな。ほほう、スピノ町の家具職人ですか。実は私も人間の家具に興味があるのですよ。それどころかちょっぴり人間の町で暮らしてみたいとも思っています。スピノ町に来てくれるなら俺。人間の町に行くなんてダメだよ。誰だ。私の大親友のエルナです。魔物や人間に私の紹介なんてしなくていい。エルナ、その言い方は良くない。この人たちがいい人なのは。人間なんてみんな同じだよ。そうじゃない、私の方から行き。でもこの人たちが来なければ行こうとは思わなかったはずだよ。そんなことはない。きっといつかは行ったと思う。外はすごく危険なのに、ましてや人間の街なんて。そうだけど、それ以上にきっとすごく刺激的だ。トゥルスの分からずや。エルナ、行ってしまったな。少し待っていてください。迎えに行ってきます。いや、私たちが行こう。原因を作ったのは私たちだ。でしたら泉の外を探してみてください。そう遠くへは行っていないはずです。わかった。エルナのことよろ。万が一ということがある。早いところエルナを見つけよう。大丈夫か。はい。さあトゥルスのところへ戻ろう。ああエルナ、皆さん無事でよかった。心配かけてごめんなさい。いいんだ。それよりエルナ、さっきの話だけど。いいよ。え、
スピノ町に。この人たちは悪い人じゃないって。本当かい？でも一人はダメ。私も行く。え？一人で残るのは嫌だもの。それにやっぱりということらしいのですが、エルナも一緒で。もちろんだ。おお、ありがとうございます。では早速準備をしようか。長老やみんなに挨拶もね。おお、これがスピノ町。エルナと二人馴染めるといいな。スピノ町はどうかね。まだ少し怖いですけど、トゥルスも一緒だから思っていたよりずっと楽しいです。それはよかった。困ったことがあればいつでも言ってくれ。ありがとうございます。スピノ町は想像していたよりずっと大きくて、ルテミスさんも興味深い人だし。ありがとう、ベルゼブブ。まさか話を聞いてくるどころか町へ連れてきてくれるなんて。君はいつだって私の想像を超えていく。おかげで刺激的な話をたくさん聞けて、創作の炎が燃え上がってね。新しいラインナップを追加したからぜひ見ていってほしい。ワルでクールな家具があるんだろうな。それは受け手の感じ方次第だね。ありがとう。